さあ始まりましたセムトーク、早速ですが自己紹介お願いいたします。はい、ピアニストそしてアレンジャーのケイコです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、今までちょっとですね、このセムトークダンディーなおじさま方が多かったんですけども、はい、なんかいつもと違う緊張感がなんかクエアエニックスとは、どういった形で演奏されたことがあるんでしょうか。まあ、一番はファイナルファンタジー14にピアノアレンジ、はい、そして演奏で携わらせていただいていて、はい、公式アレンジアルバムに、参加させていただいております。ゲームに、実際に収録されているのとは別にピアノアレンジをされているという。そうですね。あとは、まあ、ゲーム内で流れている音楽でもちょっと聞かせていただいたり。そうなんですね。はい、しております。ファイナルファンタジー14のこうアレンジをしてくださいみたいな話を最初にいただいた時ってどういった感想を持ちになられました？そうですね、なぜ私っていうところも、はい、びっくりしました。はあ、それまでけいこさんはゲームとかは、それまではテイルズウィーバーとか、はいはい、には関わっていたんですけれども、はい、基本的には歌物が多かったので、はい、インストでピアノのみのアレンジでっていうことは珍しい感じです。はあ、はい、テレビ番組で、歌われる曲とかとゲーム音楽のアレンジっていうのは何か違うところとかってあるんですか？一番インストっていうところですかね。はあ、その歌がない音楽でメロディーだけで、ましてやピアノだけでってなると、はい、皆さん飽きちゃうんじゃないかなっていうところが一番心配だったんですよね。はい、一番最初にお話しいただいた時に。でゲーム内で流れている音楽はこうオーケストラのサウンドだったりとか、はい、打ち込みのサウンドだったりとかっていうので、すごくこういろんな音が流れているので、それをこうピアノ一本に落とし込むっていうのがこうどこまで皆さんが飽きずに聴いていられるかなっていうところがチャレンジングなところです。はあ、やっぱりそのピアノだけってなるとピアノの音色のみになってしまうっていうところですか。なのでピアノだけの音色ですけれども、どうバリエーションをつけていくかっていうところですね。はあ、はい、それはやっぱりこうゲーム音楽っていうのは多少意識されたりするんですか？はい、やっぱりこう皆さんがこう、まあ、ループして聴いている音楽じゃないですか。はい、なのであれなんか違うって思われないようにっていうところですね。あ、アレンジしない方が良かったわってならないように、まあ、あとゲーム体験とパッとこう結びつくようなアレンジが変わっても あの時のっていうゲーム体験に結びつくようなプレイになるようにっていうのはいつも心がけてます。はあ、なるほど。